言われてんだけど。来てます。じゃあこの人がこの人が設定できてないのかな。じゃあいいや、ちょっとご飯を食べ、ご飯を食べ、え、私そう、ちょっと待って、え、かけますかって言われたから大丈夫ですって、唐辛子の粉かけますかって言われたからいらないですって言ったのにかかってんだけど、最悪、辛いやんけ、最悪、辛いやん、いらないって言ったじゃん、もう何してんの店員さん嘘でしょ、ショック、辛いやん、いや、いらないですって言ったの、かけますかって聞いた、聞かれたから、いらないです、まあいいや、食べ物に罪はない、辛いけど、まあ一家さん福が内ありがとう、なんか新幹線みたいなのある、雷鳥さんありがとう、下優さん鬼は里ありがとう、お箸いりますかでお願いしますって言ったのに入ってなかった、なんか直前に聞けばいいのにね、忘れちゃうんだった、うん、昨日の残り、直前に聞いたらいいの、全然しょうがない、お腹は空いてる、そんなことは言うてもお腹は空いている、タカさんピーナッツありがとう、え、私豆投げられてるってことは鬼ってことですか、今日はこれもある、なんかネギばっかり今日食べんだけど口臭くなる、ピリ辛砂ずりポン酢、ともゆきさん福は内ありがとう、恵方巻きは、うん、食べないかも、劇場なんですよね2月3日なので昼も夜もお弁当が出るので、それが恵方巻きとかじゃない限りは
食べないですね。劇場終わってからコンビニ行ったらめっちゃ安くなってそう、恵方巻き。ネギばっかり食べる。ポン酢。もう今日この後何も予定ないんでいいんです。どれだけ口が臭くなろうがみんなには届かないからな、はっはっは。すごい柚子ポン酢の匂いする、気のせい。あ、すだちだった。あ、柚子も入ってる、すごい天才。うち天才。母さん落花生ありがとう。玉ねぎ辛っ。あれの方が好きだったかも、おろしサバポン酢。玉ねぎ辛い。ひできんさん福川内ありがとう、あさひさんハートありがとうございます。なんか砂肝感あんま感じない。何明太子のやつって。タコのバジルおすすめ。バジルがダメなんです私。子供の頃は好き嫌いないですって言ってたんですけど、大人になるとバジルとか生姜とかわさびとか食べなきゃいけないものが出てくるじゃないですか。そういう大人になったら食べなきゃいけないものが苦手なんですよね私。辛いのとか苦いのとか
だから食材の好き嫌いはあんまないかも。野菜とか全然大丈夫なんですけど、うん、あと別に全部なくても食べれるものじゃないですか。ハルピョンとトムヤムくんが食べたい残念ながら私とご飯を食べれる機会はないんで、すいません、残念でした。ありがとうございますしっかりポン酢と玉ねぎ和えたら全然いけます。あ、でも辛いわ。喉に住んでるから一緒に食べてると言えなくもない。待って、どういうこと？喉に住んでるから一緒に食べてるとも言えなくもない。理解不能だった。うちの喉に人住んでんの？お腹減ってきた。ご飯食べよう。ハルピョンの喉にはおじさんが住んでいる。あ、今住んでない、ごめん、今いない。退去した。つなぎもさ、そうだし、玉ねぎもそうだしさ、いっぱい噛むからさ、満腹中枢が。刺激されてます。
つなぎも完食。つなぎも辛かったからメロンソーダがちょうどいい甘さ。ドボンコンのレッスン大変そう。最近はドボンコンじゃなくてユイリーさんの講演のレッスンが多いかなって感じ。今日スタッフさんがさ、ドボンコンなんてって言ってたの聞いてさ、えってなった。なんて大事なんだけど。大事なんだが、あれユイリーさんの公演のさ、初日はいつからって発表されてますよね。私でないけど、あった。ミヨンさんのプラメにハルピョンが写ってた。え、なんで？いつ写真撮ったっけ？ちょっと DM でインスタの DM で、カモン。ドボンライブネット配信いつもないよね。なんか後日放送みたいなのはいつもはね、今年は後日放送すらあるか分かんないけど、まあ、やるとは思うけど何も聞いてない。でもいつもないです、その当日生配信はない。だから私がドボンライブ終わった後に、いや本当にあれが楽しくてさとか言ってるのに、配信で置いてけぼりちゃんにしちゃうことがよくある。でもうちは話したいんだもん、しょうがなくないみたいな。そう、来てた人はさあーってなるけどさ、来れてない人からするとさ、何の話だろうって。やばい、アンケート出さなきゃ。てかクレナのストーリー見たらミスド食べたくなっちゃった。
ゆぴょんさん、なんだこれ、飛行機、ネズミキャンさん、ピーナッツ、ゆぴょんさん、なんか地球持ってんだけどこのクマ、ありがとう。このピーナッツってさ、何？落花生か。17期18期は今忙しいらしいです。はい、そう、新公演、17期18期の新公演に向けて忙しいみたいなので、まるで自分が暇って言ってるようなもんなんですけど、まあまあそれはいいとして、別に。絶対いいんですけど。そんなことは置いといて。そうですよ、うちらもゆいりさんの公演出ますよ。レッスンしてるゆいりさんのモドボンも、野吉さん、福は内、ありがとう。ベベモンさん、ピーナッツ、ありがとう。なんか丸々に配信してって言ってってこっちに言わないでください。自分で言って、自分で握手会とかで言って。メンバーはそんな、あの電書バトじゃないんで。やばい、今日やってた曲さ、なんかめっちゃ曲で、音で、なんていうの、やらせていただけたんですよ。そので、例えばなんか、なんて言ったら、じゃあ47をやったとします。したらその47の、じゃあカウント、まず振りを先生に教えてもらって、でカウントでやって、で音でやってっていう工程があるんですけど、その音でやる工程をめっちゃ今日のこの曲やらせてくださったので、もうずっとサビが頭から離れなくて、めっちゃずっと歌いそう。やばい、絶対にやばい、ダメ。てかさ、スケジュール帳見てたらさ、明日も、まあ明日はね、朝早くないの、朝早くないって言っても普通にあの頑張んなきゃいけないんですけど、まあ、普通に会ってレッスンあって、で夜遅いんだけど、しあさって公演、え、あさって公演なんだうちみたいな。そう、やばい、普通に僕たい、でも昨日一昨日出たばっかりだから大丈夫だとは思いたい。そう、びっくり。頑張ります。3日当たったよって人います？5日、6日はちょっと今聞いても無理。3日当たったよって人、
3日の昼当たってます。3日外れ当たり、お、いた、はーい、3、5、6全部当たった、え、どういうことやばない、4回ともじゃないよね、さすがに、さすがに3日昼夜どっちかですよね。3日夜当たりました、夜キャン待ち、3日当たった、当たりました。じゃあまた5日6日はまた今度聞きますね、5日か6日に。え、3日どうしようかな、いつ配信終わってからできるのかな、まあいつかやるわ、うん、髪型みんなピョンムービーにコメントしてくれた、してくれてんのかな、こっから決めるから。多分。占い、あの某占い館さんがさ、手相占いの補足してくださってる。気を使いすぎるよりも仕事を楽しんでトライの年、自分が楽しめているかが開運の年です、だって。すごいいいねしとこう嬉しい。補足してくれてる。仕事楽しみますわ。でもまあまた一緒に見よう配信の時も言うんですけど、こう嬉しいっすよね。仕事が多いのは、仕事が多いというか仕事運がいいのは嬉しい、一番嬉しい、一番欲しかったマジで。でもさ、ここだけの話なんだけどさ、マジで全世界に言わないでね、ここだけの話で二人だけの秘密にしてほしいんですけど、あのもう本当にいろんな、なんかテレ東さんとかなんかいろんなねお仕事の現場でこう神社だったりとかお参りよとか、この間のあれの時もそうだし、あの小田原箱根旅行の時もそうだし、大谷さんの行ってたかもしれないらしいみたいな神社の時もそうだし、いろんなところでこうお参りさせていただいてて、もうなんか二礼二拍手一礼がよく分かんなくなりすぎて、やりすぎてあの元旦の初詣の日なんかちゃんとできなかったあれどうやってやるんだっけってなってちゃんとできなかったやばい、もう一回前初詣行かなきゃいけない。
やばすぎ。どうやってやるんだっけってなっちゃった。ここで言うときはね、こんなスラッと二礼二拍手一礼って言えるのに。なんか2024年難しかった、初詣。私超えの人見つけた、あやねちゃん3567だって。木体公園すごすぎ。超えられちゃったよ。負けちった。そっか、だから沼さん出ないんだ。寂しい。寂しい。あやねちゃんと出れるの嬉しいけどさ、基本あやねちゃんと同じポジなんで私。そう、同じポジのあやねちゃんと出れるの嬉しいけど、沼さんと出れないのは寂しい。明日で、明日で沼さんとの一緒に入れる時間、時間っていうか一緒にいた最長記録途絶える。つら、最長なんていうの、一緒に連続でいた日途絶える。3日出ないから沼さん寂しい。何日続いたんだろう。フィッシュワンは出てないでしょ。フィッシュワン出てない。いた。あ、でもこの日いなかったわ。いた。いた。24からかな。1週間はもう毎日一緒にいますよ。そう、23もね、沼さんいる予定だったんだけど。いなかった。22は合ってたんだけど、22合って、あ、23も合ってたら22から2日までだったけど、24から2日まで
そこ。でもこの後もまた毎日ドボンのあれがあるから毎日また会います。3,4,5は会えないかな。6から。いやー今日はちゃんとは喋ってないけど、もうその立ち位置のやつの時にぴょんそこ前で過ぎって言われたそこ前で過ぎてないやって言われた。可愛かったです。教えてくださいました。ありがとうございます。いつの間に。でもまあ墨体とかひーの卒コン卒業のあれとかもう墨体があれかもな。うん、一番なんか、うん、ほんとここ最近です。マジでもうこの沼にはまったのはもう日付まで覚えてる。10月31日の岡田里奈の卒業公演沼にはまったのはその日。そっからちょっとずつ片足ずつ沼にムクムクと入り始め、気づいたらもう抜け出せなかったですね。困っちゃう。でも今ピンクじゃないですか髪の毛。だから半分白にしてくださいって言いました半分白にして私のサイリウムカラーにしてくださいってそしたら私がん私が沼ってるやんって言われました。かわいい、かわいい。半分白よくない。あのあれみたい、ヒロアカの轟くんみたいな感じ。でも多分今 AKB で一番派手髪って沼さんじゃない。ヒーも卒業したし茂木さんも卒業したし、一番派手なの沼さんな気がする。誰かいる？もっと派手な子。ミヨンさんもねあれだけど、でもまあ紫系、紫グレー系だから。沼さんが一番派手。金髪枠だから空いてますよね今。確かにチャケも、まあ私はプライベートでは派手髪なんですけどはい、プライベートでは虹色なので、プライベートでは派手髪なんですけどはい、みんな知らないと思いますけど、ね、だから茂木さんとチャケちゃんとひーちゃんと卒業して派手髪が今いない。キシキシ。でも髪の毛はキシキシ。いやだってショールームもお仕事だから、そうプライベートじゃないから虹色じゃないですよ。
本当にプライベート。だから私がもしどこかで盗撮されたとして髪が黒かったらプライベートじゃないです、仕事です。なんで、あのもしも電車電車じゃない電車とかどっかで盗撮するとき、私の髪が黒だったら、黒というか虹色じゃなかったら、私にその出演料を払わなければいけないので。気をつけてください。高いですよ、私の出演料。なので取らない方がいいと思います。そう、夢に派手髪の私が出てきたらみんな出演料払ってください。よろしくお願いします。間違えた、逆だ。黒髪の私が出てきたら派手、あの出演料払ってください。ちゃんと派手髪だったら払わなくていいです、プライベートなんで。よろしくお願いします。明日はツインですか？明日は公園出ないんでツインしないです。トラック野郎さん、福は内、ありがとうございます。言わなきゃバレない。あ、それあれですよ、納税の義務してない、税金ですからこれは。出演税、はい、皆さんそういうことか。明日ツインの日なんだ、2月2日。なるほどね。あ、ちょっとツインテールはしないかな、配信ではもしかしたらするかもだけど。税金ですよ、ちゃんと税金を納めてください、皆さん。ダメですよ、申告義務があります。申告しなかったら脱税で逮捕です。
んちなんか変なことやっていい？ねえ何しよう。いや何も思いついてない。でもやばい、締め切りが刻一刻と迫ってます。あとアンケートも書かなきゃ。刻一刻と迫ってます。そうなんだよな、せっかく年女。波動で沼歌にピョンが一番顔かわいいって言ってるし、か写真も送ってくると勢い。え、それはどういうこと？沼さんが私の顔が可愛いって言ってるってこと？え？そうやって沼らせるんですか？また罪な女だ。リバジョンさんハートありがとう。そうやってまた沼らせるの？マジよくないよ。よくないよ。そうやって沼らせるんだ。うまいな。みんなに言ってんでしょどうせ。もうどうせみんなに言ってんでしょ。期待しちゃダメ。みんなに言われてたとしても言われたい。ウケる、おもろすぎ。いや聞けないですよ本人に。え、私の顔が一番可愛いと思ってるんですか。もう聞けないですよ。頭おかしいでしょ聞いたら急に。私の顔が一番可愛いと思ってるんですか。やばいっしょ、やばいやつやん。でも仲良くなりたいのはレミって言ってた。だってもううちら仲いいしってことですよね。え、ってことですよね。沼さんもう仲いいってことじゃないんですか。え、違うの。でも沼さんは一生ハート作ってくれないもん。みんなに言ってるんでしょっていうなんちゃら鍛えすぎて恋愛とかできなくなったオタクが通ります。あ、
どうする？じゃあ私もそうなっちゃうじゃないですか。そしたら一生余りますね、お互い。どうする？みずみならハルピョンに聞いてきそう。絶対聞くよあの人。うん、聞きそう。最近みずみと会えてない、寂しい。何やってんだろう、元気かな。なんか鼻かゆい。鼻かゆい。今さ、じゃあ携帯でなんかしようとしたんだよね。あ、今公演中なの？水島氏。あら。波動の次の日あった。そう、研究生。レッスンで忙しい、わかんない。何してんのかわかんないけど。あれ。来てない。から。元気かなって感じ。みずみんに喋りたいことあんのに。いや、6日ね、6日ご飯行こうって言ってたの。でも僕隊入ったから行けなくなっちゃった、ごめんって言わなきゃ。でも予備日もちゃんと指定してあるんで、そこに関してはあんま心配しないでくださいって感じなんですけど。そう、君が幸せだったらこの時間が続くように。あれ、どっか行っちゃった。すべてのアイクラウド、あ、これだ。しゃぶしゃぶ行きたいんだって。そう、めっちゃ楽しみにしてた。この間あれしてた時も、波動の時も、早く行きたいですって。いや、なんかオンデマさん次回から自動ログインにしてたはずなのに、なんかログアウト勝手にされてて、 iPad 今ログインしようとしてます。悲しい、めんどい。でもその日のみずみんの気分で何食べるか決めます。やばい、めっちゃでかっ音。さほゆめみもいるやん。え、ヤギちゃんいる？もしかして。え、ヤギちゃん今日こうレッスンいたのに偉い。あ、水島しゃべり始めた。偉い。水島しゃべってる。よろしくお願いします。なんかみんな同じぐらいの身長なんだよね、研究生。研究生っていうかこの今ここに出てる子たち。さこゆめみだけめちゃちょっとでかめ、身長高め。
スタイルよ。他みんな同じぐらいの身長。このさ定点さ、いつもさ7人しか映んないのさ、かわいそうだよね。カメラの位置どうにかできないのかな。私がこっちになることも多いからさ、結構なんかかわいそう、見てて。まあでも16人になったらそんな心配、8人並ぶこともないからいいのか別に。ちょうど終わりのタイミングでした。ヤギちゃんもいて、サコユメミもいて、ミズミもいて、入りた、今日の公演めっちゃ入りたい公演でした。なんかでも茂木さんの時も喋ったかもしれないんだけどさ、ナーミンのさあれもそうでさ、卒業公演のなんかファンの人のさ、こうなんかおすすめに流れてくるんですよ、ファンの方のツイートというか、こう今日は推しのあれで嬉しかったみたいな、推しの卒業公演行けて嬉しかったみたいなのとか流れてきてるのを見て、そのメンバー推しのファンの人が一人でも多く入ってほしいなって改めて思ったし、思いましたね。ね、ナーミンのドレスも綺麗だった、すごい。素敵なタタタタタラタタタラタタ、マーメイド、レミとも今日その話してた。でもさ、あんなさ綺麗な、なんて言うんだろう、マーメイドタイプのドレスが似合うのって絶対こう身長スラットタイプのメンバーだけだよねって話してた。絶対私着たら似合わない、まず。いや、あの本当になんかあれ、なんかお世辞でも似合うって言わないでいい似合わないから、うん、本当に似合ってるなって思いましたね。すごいなんか一気にみんなファンレベル5に上がってて、ウケる、みんな一気だ。どうしようかね、私の卒業ドレスまだまだ考えない、考えたくないけどさ、
でもまあいつかはさ作っていただけると信じてさ、なんかこういうこの形、なんか最近それこそ卒業するメンバーが多い分、あこの形も可愛い、この形も可愛いって思うんですよね。そうっていうのを見てるとやっぱね、これもいいなあれもいいなって思っちゃうよね。あこういうタイプもいいなとか、こういうのもあるんだとか、もしかしたらね私がね卒業するときひーちゃんみたいにビッグになってて、今考えてる卒業ドレス以上のものが出来上がるかもしれないけれど逆もありえるんですけれども、お腹いっぱい。でも冷蔵庫にあるなんか生どら焼きみたいなやつ食べなきゃ。これは賞味期限あさってまでだからまだ大丈夫。本田ひとみどら焼き、これはまだ大丈夫、今日じゃなくていい。あの生どら焼きみたいなやつは今日食べなきゃやばい、お腹壊す。生どら焼きではないと思うけど、違うと思うよ、さすがに何なのか分かんないけど、でもなんか普通のどら焼きみたいな感じではなかった。入れいっぱい持って帰ったする。なんかもうそろそろ膝割れそう私自分の体重支えれなくなってるかも、自分の膝でやばい。お前体重いくつなんだよって思ってそう本当にそれぐらい、ちょ膝壊しそうなぐらいに最近本番したりレッスンしたり波動したりしてるからやばい。しかもあんだけそりゃさ波動避けてたらほんと膝痛い。マジで結構痛い何がどうって自分自身の初日が分かってない分、なんか
覚えて出れるのがいつかわからないのが一番辛い。でも2月も結構カツカツなので、そう決まってたらね、この日までにみたいな気持ちになれるんだけどね。そう、新曲というかやったことない曲もやるし、これまでやった曲だけどもうめっちゃ昔にやったからいつもう覚えてないよっていう曲もやるしとか、公演ユイリーさんの、おー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 、いっぱいランからライン来てる。フィッシュワンはもう大丈夫、卒業コンサートも大丈夫、ユイリーさんのこのさ、私さ自分一人のためのさ自分だけのこうあれを作ってるんですよ。 LINE グループを作ってこう資料をね、ファンの方じゃないや、スタッフさんから送っていただいた楽曲の資料だったりとかがさ、こう普通に1個のグループ LINE にさ、ユイリーさんのも送られてきたり、ハルコンのも送られてきたり、分かんなくなるから、もう全部その自分だけのグループ LINE を作ったところに送信していってるのね。そしたらさ、それをさレミに言ったらさ、え、私もそれに入れてくださいって言われた自分で作れって自分で作れ言ってた。そうそうそう、私何したいの？違う、スタッフさんの連絡先これでしょ。でここに来てたこの歌割り表をさっきのユイリーさんのプロデュース公演のところに転送したいの。どれだ？ユイリーさん公演。今日お昼寝をしたんですよ。そう、そしたらコンタクト乾いてる。そう、8の時はね、こうスタッフさんが一個ずつ本当にやってくださってて、一個ずつグループを別で作ってくださってたんですよ。でも違うから今回のは。もういっぱいあるから、一つのグループラインにいっぱい来るから。もう分かんなくなっちゃう。どれってなっちゃう。あ、待って。うわ、
やらかしてます。オーマイゴー。今日さ、ゆきりんさんのさ、あれソロコン見ようって言ってたよね。ユーネクスト、そういえば。一緒に見ようって言って、どれぐらいの人がユーネクストの会員なんだろう。でもそういえば今考えたら、ユーネクストの会員ですよって人、一人で見ろ。わかりました。会員じゃない人がいっぱいいる。すいません、わかりましたって、わかったって。見たかったな、一緒に。めっちゃ良かったんだから。ここに私もいたんだ。リフターとか使っててすごかった。やばい、思い出す。てかマジ歌うますぎた。何より入会プラス視聴料、いや違いますよ、会員なら誰でも見放題。マジ歌うますぎた本当に。ピアコン、ピアコンのマーケとか、うん。えてか昨日のナーミンの君は僕を覚えてるかな、マジ歌うますぎた。ナーミン、ナーミンの声がもう透き通って聞こえてきたもん。歌うまと思って。歌詞間違えてももう可愛いんですよ。あれ、それをあんなに面白くできるのがすごい。いや、後日配信なので見ました。そう、あれは見れなくて。これだ。最高。いや最高でした。もう低速度マジで。てか私も美味しいって聞かれたい、水飲んだら。
私も水飲んだら美味しいって聞かれたい。あんな風潮があるんだね、知らなかった。ちょっとパパに LINE してます。スポポンポンシュポンイエイ。どら焼き食べなきゃ。ママにも LINE して、ママにも LINE してって来たから、おやすみなさいってスタンプを送りました。私ほんと 人と連絡取るのがすごくね。ウィバースもさ、こっちが送ってるだけでいいじゃん。みんなのももちろん読んでるけどさ、そのなんて言うんだろう、一人一人に本当は返したいんですけど、755みたいにそれができないから、もうなんか自分が思ったことをボン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 送るだけしかできないから、あれないいんですけど、なんかそっちの方が私的にはむしろ楽だったりもするけど、でもやっぱなんかみんなとなんかそのこの人からさ、じゃあ例えば A さんからこう、私が今日ご飯これ食べたよって来た時に、あ、自分もそれ食べたよって来たら一緒だねみたいな返したいけど、それもできないけどみたいな、そんなむずいんだけど、まあそれは置いといて、そうなんかね、レスポンスが苦手なんですよ。そう、レスポンスが苦手なの。だから好きじゃない。 LINE リップ塗るだけですごいメイクした感出てる。やば。今日ご飯はお昼は親子丼、セブンの親子丼ってめっちゃ美味しいんですよ。知ってました？びっくりした。あの美味しさ。鶏肉プルプル。あ、なん、ヨーピンク。めっちゃ鶏肉プル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 。びっくりして美味しかったです。と。春巻き食べました、セブンの。でその時に一緒にさっきの砂肝、なんかネギポン酢みたいなやつ買ったんですけど、お腹いっぱいで食べれなくて今食べたって感じ。え、マジ親子丼うまかった。モッチーさん、ピーナッツありがとう。ハルピョンセブンユーザーで、そうね、7個持ってますから。7個持ってるからね。でも
ファミマも好きだよ、マッチ安いから。え、思った、なんか親子丼のご飯少なかった。ローソンの生カルボナーラマジ一番うまい、あれ人生で一番うまい。え、7個持ってんのってそんなすごいの。え、やった、嬉しい。 T ポイントも持ってるよ、楽天ポイントカードだって持ってる。ハルポン、ファミマはおにぎりあんま好きじゃないから、私ファミマあんま行かないんだよね。そう、おにぎりが美味しいのはローソンかな。ポイントカードいっぱい持ってます、ポイントカード大好き。え、嬉しい、そんなすごいんだ私カードいっぱい持ってんの。やった、なんかよくあるじゃないですか、なんかお店でポイントカードとかクーポンとか出したら買える化しましたみたいな。おーおでも私全然、むしろもしね、将来ね、旦那さんがクーポン券とかその場は捨ててるのとか見たら、なんかイライラしそう。は？なんで捨てんの？って言いそう。え、なんで捨ててんの？って言いそう。もったいなくない？って。え、それでハルピョン買える化される？やーん。ローソンのカルボナーラっていうか、ローソンの生パスタカルボナーラがうまいです。カルボナーラってか、ローソンの生パスタカルボナーラ。クーポン券大好き。あのレシートとかのさ、下についてくるクーポン券とかも切って集めてます。いつ使うかも分かんないのに大好き。クーポン券愛してるよ、クーポン券。3月にポイントが3000ほど消えるけど何を買うか迷って、何のポイントが3000余ってるんですか。それにもよるやん。どんなに嫉妬されたって関係ないじゃない、あちこち聞こえるクラクション、負け犬たちの、あ、忘れた、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、ゲームオーバー。再現。そう、お財布パンパンなんですよね。それはマジでちょっとなえ、マジでなえ。ペイペイ始めたい。というのも別にその私キャッシュレスとかどっちでもいいんですけど、なんかね、何があれって、そのじゃあ例えば誰かとご飯、友達とご飯行った時とかにさ、なんかこうペイペイだとさ、端数まで送れるじゃないですか。そう、それがいいんですよね。それ用に登録しときたい。別に普段はあれでいいけど、今日盛り上がり率高くない？なんで？すごい盛り上がり、盛り上がり、盛り上がり。
じゃあ9時になったらどら焼き食べます。身近にそのためにペイペイ入れてる人いる。その人になりたい。楽しい、ありがとう、嬉しい。どら焼き宣言、かわよい。どら焼き食べるって言っただけでうちかわいいって言われんの？どうしよう。アイドル一生やめれないわ。だってどら焼き食べるってさ、例えばさ、じゃあさ、みんなのさ奥さんとかが言ってみ、かわいいって思いますか？彼女でもいいですよ、皆さんの奥さん彼女、どら焼き食べるって言ったら、え、かわいいって言います？そういう人いんの？そんな人間って絶対ないでしょ。でもうち友達がさ、なんか家でそんなどら焼き食べるかわいいって言われてたらちょっと嫌かも。うん、旦那さんにそうやって言われてたらちょっと嫌かも。え？みたいな。何がかわいいのって思っちゃいそう。うん、プロポックルさん、ハートありがとうございます。え、多分言われたら嬉しいんだよ。私今嬉しかったもん、言われてどら焼き食べるって言ったら可愛いって、ありがとう、嬉しいって思ったけどさ、それをさ旗から見てたらさ引いちゃうかも。え、セブンの白いたい焼きなくなりましたよね。白餅たい焼き、あれ大好きだったのになんかなくなったんだけど、どうしたらいいの。私は今日セブンでなんかどうしても食べたくなったのでジャガビー買いました。明日も持っていく。そう、これなんかジャガビーってさ箱のイメージだったの。そうだからなんか、いや、そ、箱買って200いくら、まあ、300円弱、それは違うんだよねと思ってて。そうでも今日セブンでこれ見つけて、ジャガビー大好きなんですけど、なんか箱のイメージ、なんかあのジャガイモみたいなパックで売ってくれればいいのに、あ、箱だからジャガビーって買えなくて、でも今日これで売ってたんで買いました。嬉しい、大好き、ジャガビー、ジャガリコよりジャガビーの方が好き。ファミマに茶色いたい、え、茶色いたい焼きはセブンにもあるんです。違います、白餅たい焼きが好きなんです私は。抗議抗議、私は白餅たい焼きが好きなんです。じゃがりこって会社どこ？明治？じゃがじゃがりこりこじゃがりこじゃがじゃがりこりこじゃがりこ、カルビーか。え、じゃあ一緒じゃん、ジャガビーと一緒なのに、同じ会社なのに、なんでなんでそんなパック買えんの。本当だよ。え、っていうか、はい、もうすごい、やっぱハルピョン配信ずっと、なんか最近ちょっとほのぼのなんか忙しすぎて喋りたいこといっぱいだったんですけど、あの配給全部見終わった。もう次映画、早く映画見たい。だいぶ前に見終わった。早く映画見たい。2月公開。
早く早く 1.25 倍速え、すごくない？ 1.5 倍じゃないんだよ、 1.25。 最近はあのちょっとに話題を、今話題の田中さんを見てます。推しキャラはツッキー。ツッキー好き、ツッキー好きなのうち。いや日向翔陽もマジすげえ、主人公オレンジ髪の人なんかいいなって思うんだけどね。えツッキー好き。ツッキー好きなんですよ。どんどんどんさんハートありがとうございます。ツッキー好きなんですよ私。えアニメ90近くある？そんなある？まあ、でも結構前から見てたからね、 1.25 倍速で。ツッキー好きなの。うざい、ごめん。コロポックルさん、しのさん、てつやさん、ハートありがとうございます。とどろきくんも好きだし、私派手髪が好きなのかも。どうしよう、みんな次の握手会で派手髪にしてきたら。沼さんも好きだし、沼さんも好きだし、もう派手髪推し。自分が派手髪じゃないから派手髪が好きなのかもしれない。まほちゃんにねこの間言ったので、そしたらね、推し誰ですかって聞かれて、なんかすごい焦って、なんか急に言われたからとっさになんか月島ケイって言うんですけど、ツッキーの名前ってそのみんなツッキーって呼ぶんですよ、ツッキーって呼ばれてるから。でも私その時なんかちょっと焦りすぎちゃって、ケイ君って言っちゃって、いや誰って言われた。ツッキーのことケイ君って呼ぶ人初めて見ましたって。いや違う、真央ちゃんに急に推し誰って聞かれて焦っちゃったって言って、コミュ障出た、コミュ障陰キャが出てしまった。ケイ君って言っちゃった。いや多分あのなんかあのぶっきらぼうな感じが好きなんですよきっと。そう、なんなんだろうね、月いいよ、とどろきくんもいいし、おすすめ。次はでもちょっとしばらくしたら、これ今のこのわたわた、まあもうフリ V とかをね本当にずっと見なきゃいけない期間に差し掛かっているので、そうそれが終わったらちょっとでも落ち着いたらあれを見たいと思ってます、弱虫ペダル。私は前々から言ってるんですけど、あの皆さんにもぜひ、まほちゃんにも聞こう今度、あの主人公弱い系主人公ちょっとできない系のアニメ教えてくださいぜひ皆さん、よろしくお願いします。主人公ちょっとできない系アニメ。あと Hulu で見れるやつ、 Hulu か U-NEXT で見れるやつでお願いします。あの話がそんなに長くない。あとカタカナ出てこないやつ。待って、 Days 見た、 Days 何見たよ、何話まで見たんだっけ、なんか Days 見た記憶ある。シーズン1、なんかシーズン2やってないみたいな、2期やってないみたいなあれですよね。デイズ見た記憶あるもん。
Hulu でやってた気がする。連載終わってるやつにしてください。ちょっと無理。デイズ見たわ。あ、あれ見てない。シーズン2、桐蔭学園編見てないわ。シーズン2じゃないわ。でも今はいや、なんかいろいろさ話題になってるドラマだからさ、今見てるっていうか、それを見なきゃこう Hulu からも消えちゃうのかなと思って、それは嫌じゃん。そう、見たいと思ってたのに。ちょっと話題良くない方の話題になっちゃってて、今見たかったのに見る前に Hulu から消えるとかってなったら嫌だから、それを今見てます。久々に朝ゆっくり寝れる、嬉しい。あと3分でどら焼きタイム。何オタかではないですね。別になんかグッズ欲しいとか、これ声優さん誰とかそういうのにはなってない。うん、まあ、ステッカーとかは可愛いな、欲しいなとは思うけど、でも別に買うぞーみたいな気持ちではない。恋愛アニメは見ない人ですか？例えばなんか最近ドラマもなんか別にキュンキュンを求めなくなってき始めましたね。てつやさんハートありがとう。いばじゅんさんピーナッツありがとうございます。福間うちもありがとう。スキップとローファーあれ見たよね。見た気がする。恋愛リアリティも見てますよ。恋愛リアリティ最近今やってる、今日好き見てます。一通り見たから飽きた。なんだろう、なんかなんでなんだろう。結末が分かっちゃうからなのかな。なんかもうだってどうせくっつくんでしょみたいな気持ちで見ちゃう。大人になったのかひねくれたのか分かんないけど、はいはいみたいな気持ちで見ちゃうのかな。どうなんだろう。あ、9時だ。なんちゃらタイム、どら焼きタイム。30日僕隊を見て初めてハルピョの生編みタイツにやられました。イエーイ。クロパックルさんハートありがとう。編みタイツ
なんか人間成長とか職場お仕事頑張る人間みたいなのの中にちょっとしれっと恋愛ツンみたいな入ってるのは全然いいというか全然はいっかみたいな感じなんですけど、なんかそれがメインですみたいな感じでやられるといやもういっかみたいななっちゃう。ちょっとじゃあどら焼きを。めっちゃ美味しそうじゃない？あずき塩バター、いただこう。いただいていこう。待って10秒だけチンしてくる。こういうさバターが入ってるさあんバターサンドとかってさちょい溶けぐらいがうまいんだよね。え、わかります？あんま溶けなかった。でもあんま溶けなかった。これうますぎ、やばい。え、なにこれ高そう。もう一回やったの。10秒って言ったけどプラス20秒してチンしたんだけど全然全然溶けなかった。幸せな色。これぐらいすんだろう。
すぎて。まだ食べたい。うん、いい値段。うまそぎ。笑っちゃうぐらい美味しい。これはわかんない、誰からの差し入れだ、なんだろう、ひーちゃんかな、わかんない、違うと思う、ひーちゃんはいちご美味しかったです。何回食べても美味しい。てつやさんハートありがとうございます。あんバターサンドとか大好きなんですよ私。やばい、栗のはもうなくなりました。うますぎ。拍手。ひーちゃんの卒業のインスタまだ上げてない、やばい。写真は選び終わってるんですよ。これはバタークリームじゃないです。バターです。脂質たっぷり。そう、普通にちゃんとバター。え、こんなにバター食べてんの私。やば、デブやん。油の塊食べてる。デブやん。カロリー書いてないと思う。書いてあるけど見るのやめよう。
美味しいものを我慢するなら運動する派。なるほどね、あり。明日勤労配信しますか？だって明日9時まで仕事なの。ちょうどできない。巻くかもしんないし押すかもしんないし分かんないけど、予定では9時までお仕事。ごちそうさま、どら焼き。そうだ、テレ東さん一緒に見よう配信。明日かな、明日しかできないと思う。4日もちょっと無理かも。明日4日もめっちゃお仕事だから、明日テレ東さんします。うん、みんな覚えといてください。経由まさきさん、かっちゃんさん、ハートありがとうございます。みんな覚えといて。夜テレ東さん見ると思う。それを見ます。みんなが覚えておいてくれれば。私は覚えれないので。みんなが覚えておいてくれればお願いします。何時頃わかんない。押すかもしんない、巻くかもしんない。だからまずできるかもわかんない。いやもうできるとは思うけど、うん、やってみっちゃはまだ大丈夫だよねって来てるけど、やってみっちゃ何ある今。あ、禅は絶対まだ大丈夫でしょう。
最近上がったばっかりだし、絶対まだまだ大丈夫、まだ1週間以上ある。昔ケイトクチンで、すごっ、だいぶ辛かったと思うけど、どうでした？またその話も明日しますね。ちょっとインスタ乗っけてる。ハリーポッター待って、ハリーポッターはちょっと待ってハリーポッターはちょっと待って、今無理録画のやつだからちょっと待ってて。嬉しい、一昨日の僕隊楽しかった、ありがとう、楽しんでいただけて何よりより。インスタ載っけた。なんて言ったの？インスタ載っけた。お風呂入って。寝るよ。もう眠たくなってきちゃった。ご飯食べたし、どら焼き食べたし、3日昼夜頑張って頑張る。ちょっとだいぶ疲労困憊状態なんですけど、ちゃんと頑張ります。めっちゃ眠い。今日めっちゃ寝るか、
でも湯船も浸かりたい気持ち満載なんですよね。そう、どうしよう。明日の朝、半身浴？湯船入った方が深い配信じゃない、深い睡眠。あ、じゃあ逆に夜入った方がいいんだ。空を自由に飛びたいな。はい、タケコプター。あ、波動出ますよってスケジュール確認来た。もうファンの方に言われてるんで、私 NG って出せません。波動スケジュール確定しましたって今来た。もうファンの方に出ろって言われちゃっているので、どう頑張ってもドラえもんの声なんだけど、やばすぎ。え、どう頑張ってもドラえもんでしかなかったんだけど今。ショールームじゃない。開いたいもの違う、開きたいもの違う、違う、これじゃない。先日ドラえもんの映画の前売り券を買いました。ドラえもんの映画も見たことない。調べ物中でした、すいません。12時には寝れる？湯船入っても、のんびりのんびり湯船入っても。早く1回目の旅行行ける。あ、全然まだまだ行かなくていいです。私今行きたくない。今こんなに忙しい時に今行きたくない。あったかくなってからでいい、旅行。溜めたい。なんか、え、旅行今何回溜まってるんですよとか言いたい。うち貯めときたい。タカさん、ピーナッツありがとう。ドラえもんの映画見たことあるわ、うち。あれ、スタンドバイミーだけ見た。一生そばにいたくて、
一生離れないよみたいなやつ。ひかちゃんね、あれなんですよね、なんかそこまでの現地、その例えばじゃあ羽田から飛行機が飛ぶってなったら羽田までのそう交通費は自腹なので、石川から羽田までの交通費、いつでも行ける、いやスタッフさんからこの日でみたいな感じらしい。私ももともとはこの日でって言われてた日があったんですけど、その日にひーちゃんの卒コンのリハが入るかもしれないってなってブブーってなって、で別その次別日になったら、あ違う、その前か、まずあれだ、僕隊のその僕隊の話を別のスタッフさんとしてて、波動の話を別のスタッフさんとしてたんですよ。だからその波動の話が来たスタッフさんは、僕隊私が今その初日この辺に出るみたいなことをそうまだ把握してなくて、で私もそのスタッフさんとしかなんかこんなか、なんか大体このぐらいでみたいな話しかしてなかったんで、なんかその僕隊の初日の前日とかにそう波動の旅行ぶつけられそうになって、それはちょっとさすがにすいません無理ですって、そうさすがに僕隊ちょっとさすがにうちやばいっすみたいなそんな前日に波動旅行は行ってられませんって、そう言ってそんで別日になって、で別日になった時にそのひーの卒コンのリハが入るかもってなって、また別日になってみたいな、でじゃあ2月ぐらいいいですかねみたいなスタッフさんと話してたら、いやちょっと私がね2月その時ちょうどドボンのライブのイベント期間中だったから、2月はドボンライブあるんでって、うちまだドボンライブ出るかも決まってないのに2月はドボンライブあるんでちょっと2月は無理ですってスタッフさんに言って、そう、まあ、案の定2月めっちゃ忙しいって感じなので、リハ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 みたいな、そうそうそう、まだまだ出るとも決まってないのに、10月11月の段階で2月はドバンライブあるんですいませんじゃあそうですね3月も多分ピアがあるんで、ちょっともしかしたらその先かもしれないですねってなって、まあ別にでも私的にはあったかくなってからの方がまあいいかなっていう気持ちなので、全然大丈夫ですって、暖かくなってからでお願いしますって、なんでまだ先です、まだ待っててください。いっそ誕生日、誕生日はお話し会、握手会か、握手会橋本来てください来てください、ありがとうございます先生に向かって来てください、ありがとうございます、誕生日握手会再販多分もうすぐまたやるんで ちなみになんですけど生誕ってお願いするときって結構前から言わないともしかしたらダメだったりしますあと お返しってどれぐらい必要ですかね締め切りまで2週間なんですけど最低、絶対最低絶対最低自分で考えろ、はい、すいません、すいません、いつかお願いしますもう案がないよ、
ショールームで正探偵のイラスト依頼公に、こうやって公に依頼することで断りにくくするっていう状況を作るのが橋本春奈っていう人なんです最低、マジで最低本当に最低私っては最低。正式、ちなみに2週間でできるもんなんですか、正式に依頼して。忙しくないんですか今、忙しいかいつも。明日で、やば、待って、本当に明日で、どうしよう、ちょっと依頼し、ちょ、ファンの皆さんどうしましょう。明日できる、仕事できすぎる、どうしよう凄すぎる。確かに依頼料、確かにどれぐらいどれぐらいっていうか、どうやって、どっからこれ依頼したらいいんですかねこのショールームで依頼でいいの ショールームで依頼でいいのかなお見積もり、お見積もり聞きたいかもしれん。ちょっと見積もりでも言いにくいですよね、ここじゃこれで決めちゃって、私、皆さん今年先生に依頼してもいいですか、私マネージャーさん通した方がいいですか、どうしたら、私ちょっと本当にどうすべきなんですか、もし本当に依頼したい場合ってどうしたらいいんですかショールームで依頼するっていう、マネージャーさんに連絡したらいいのかな、ここで、もう、はい、お願いします、それはそうお願いしたい、お願いしたいですが、こっから先のお願い方法というか、ハルピョンが考えるから意味があるそれを言われてしまったら、でももうだいぶ考えた、今年も去年も一昨年もその前も、そう出てこない、私の一昨年の すごい作品見たでしょ、あれを自分の力ではもうあれは超えられない去年からなんかお願いしてみたかったんですよね、そうだからちょっと今年お願いしてみちゃおうかな、
ちょっとどうにかして一旦連絡します。どうにかして、いや初めてです、お願いさせていただくのは。うん、お見積もりも聞きお見積もりも伺ってからちょっとね、橋本さん今年ね金運だだ下がりらしいんで私今年金運ないらしいんで、そうそう、でも仕事運はめっちゃいいの嬉しい、やっとどうにかして連絡をさせていただきますので、そのあのなんか構想イエーイ、え何色がいいですか皆さん、色も決めてない、何色がいいんだろう。去年白、一昨年ちょっと青っぽい感じだったよね。ちょっとスタッフさんにこの生誕のやつデータでもらおう、一旦マネージャーさん、よし、ま、皆様発売をお楽しみに。もしハルピョンのデザインになってたら、あちょっとお財布の紐硬かったかなって思ってくださいお財布の紐ちょっと硬かったかなって思ってください。よろしくお願いします。いやでも結構お願いしたい気持ちすごいマックス。ということでちょっといい、いいご依頼も決まったことでランキング読みます素敵なご依頼も決まったので、楽しみ、どうなるのかみんなを楽しみにしてて、1位ショッチマンさん、2位ギャローさん、3位鉄道ナイターと、年男さん、4位タカアットマガオ、3日勝ち56負け、負け負け、どんなだっけ、勝ち負けドボンです5位トラックヤローアットゴリさん、6位トマユキさん、7位ネバーストップアット、推しがお金を無駄にしない方法を考え中だから金運頑張ります。9位哲也とハルピョン大大大好きさん、10位アキラ852さん、11位マックミックさん、12位イバジュンさん、13位サプライズレバーさん、ありがとうございます。確かにショールームアワード受賞だからそんな感じでもよかったけど、まあいいや、もう一旦ちょっと全部聞いてみよう。あれ読んでないランキングある、嘘ごめん、8位飛んだ、嘘、8位誰だ、
ごめん8位エンドレッド、本当だ読んでない。ピョンズ純潔の橋本春直し、逆に怪しいありがとうございます。ということで皆様ありがとうございました。また後日、明日配信するよってなったらなるので、配信するとき来てください。怪しくない？何が？私が怪しいってこと？どう怪しい？人間じゃないかもしれない？そうだよ、ウサギだもん。知らなかった？言っちゃった。はい、すいません。ということで、すいません、真面目にやってた。それでは、ちょっとランキング読みました。最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。明日テレ東同時視聴、そう、一緒に見よう配信しましょう。よろしくお願いします。はい、ウサギのようにピョンピョン飛び跳ねるのはハル、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで13,922盛り上がりの皆さんにきっと期待をお届けしちゃう、タイムキリ出身ハルピョクタージボタルナでした。それではまた明日夜、もしかしたら昼とか急に昼朝とか急にするかも、ちょ気が向いたら早く起きれたらするかもしれません。でも夜テレ東さん一緒に見る配信絶対にしましょう、約束。それではおやすみなさい、ありがとう、またね、メール送る。